キックオフで試合が開始されました。これより4校のスタンディングメンバーならびに審判を紹介いたします。青木のユニフォーム、平山高校、背番号1番、深森健佑、4番、野中大輝、6番、滝原和信、8番、浦崎幸喜、2番、浦崎成樹、5番、野代大輝、7番、古賢正也、10番、金峰東、11番、荒本健治、9番、片宮翔太、3番、中村隆二、倒します、赤のユニフォーム、宮古高校、背番号1番、富里隆二、2番、長浜慎吾、3番、伊藤翔平、5番、菅野翔太、7番、久村慶吾、10番、前田平大和、12番、池村和真、14番、谷里慎也、15番、野比奈俊、19番、宮國大吾、20番、佐渡山和樹、審判は主審、浜川浩二、アシスタント、山原司、中間剛、第4部審判、八木芳也、以上、4種となっております。観客の皆さん、温かいご支援をよろしくお願いいたします。Yeah.
Thank you.
先輩、先輩、テントの足から1メートル半歳くらいで確認してから、センターラインがちょうどテントの足から出てる。まだ
後半戦キックオフです。観客の皆さん、温かいご声援をよろしくお願いいたします。Yeah.
Thank you.
選手の交代をお知らせいたします。宮古高校3番麻生翔平に代わりまして6番上田祐希が入りました。よろしくお願いいたします。
宮古高校2番長浜慎吾。これにより1対2となり宮古高校がリードしています。
選手の交代をお知らせいたします。宮古高校20番佐渡山和樹に代わりまして13番砂川隆史が入りました。¡Mira!
選手の交代をお知らせいたします。八子高校14番上里俊也に代わりまして16番平野智之が入りました。八重山高校7番古源正也に代わりまして17番山田彩希が入りました。